はい、はい、切り替わりましたね。ソニックフロンティアのひぞかさん、ありがとうございました。かっこいいソニックの後は、かわいいテイルスくんで始めていきます。はい、テイルスアドベンチャー始めます。よろしくお願いいたします。はい、本作はですね、セガの至高のゲーム機ゲームギアの作品でございまして、まあ、ドット絵かわいいテイルスくんをお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、始めていきます。少々お待ちください。はい、タイトル画面の、ニューゲームを始めたらスタートになります。よろしくお願いします。3カウントいきます。3、2、1、スタート。よろしくお願いします。はい、早速ですが、見どころです。テイルス君の無限飛行について、説明させていただきます。本作のテイルス君の飛行時間なんですけども、左に表示されていますゲージ分しか飛ぶことができないのですが、飛行をキャンセルしてから、すぐまた飛行をすることでこのようにずっと飛ぶことができます。 OK です。よいしょ、ちょっと、はい。で、まあ、続きまして、まあ、本作の概要について軽く説明します。本作はですね、1995年に発売されましたソニックの相棒テイルスくんが主役の、探索型アクションゲームでございます。各ステージのアイテムを、回収しつつ、進める場所を増やしていくといった形で、進んでいきます。アイテムをどんどん増やしていくと進める場所が増えていって、でこれで、ラスボスの方を、ね、倒していくっていうのが、今回の目的になります。画面上の説明を行います。まず、左上の、くるくる回っているリングおよび、数字がテイルス君の体力です。この数字が0になると、テイルス君体力なくなっちゃって、ゲームオーバーになってしまい、タイトル画面に戻ります。でその下の青い欄なんですけど、こちらが今テイルス君が使えるアイテムですねになっています。今ノーマルモブだけです。今後増えていきます。今見えてます、青い甲羅みたいな、これがアイテムボックスで、中から、もう早速カオスエメラルド見つかりました。早いですね。で、まあ、カオスエメラルドの効果なんですけど、体力回復と飛行時間の回復になりますので、最初にお見せした、無限飛行もう出ません。お疲れ様でした。はい、この後なんですけど、ボス戦始まります。ボス戦はですね、基本的に、ボムをよいしょ連続で、当てていくんですけども、敵はですね、ボムを当てた後に、少々無敵時間が、ね、発生してしまうので、タイミングを見つつボムを当てていく、これが非常に大事です。アイテム入手しまして、メカテイルスですね、後で登場します。はい、続いて連続で次のステージ、パドントンネルに入ります。よいしょ、先ほど説明したんですけども、本作、テイルス君の体力が0になってしまうとゲームオーバーになる体力制のゲームです。今左上に16という数字が体力になってますね。逆に言えばですね、この数字分は、ご利用することができるというところなので、まあ、ゲームオーバーにならない程度にじゃんじゃん、ご利用していきます。はい、ここもライフで受ける。はい、切り替えまして、メカテイルス君ですね。メカテイルスはこういう細い隙間を、ね、通ることができます。空も飛ぶことができます。で、アイテムを入手できまして、戻ってくるときは、壁を貫通して戻ってきます。はい、で今先ほど取りましたリモコンボムですね、こちらは、投げてスーって前に進んでいって任意の場所で爆発させることができるアイテムです。これも超重要アイテムですね。はい、というわけで、とりあえず、まあ、必要な説明はこれで以上になるんですけども、本作ですね、私が一番伝えたいこと、最初に言いました通り、本作のテイルス君非常に可愛いです。このドット絵テイルス君非常に可愛いんですよね。あの飛んでる姿ね、尻尾くるくるってさせていくんですけど、あのちょっとね見てもらうと分かるんですけどもね、あのこういう風にどんどん疲れていくんですよね。その疲れが、あれボムが使えてない、痛い、ちょっと、あ、やばい、少々待ってください。ゼロになるとね、これタイトル画面に戻ってしまうので、ここはちょっと気をつけて、はい、行きます。
ちょっとテイルス君にのろけてる最中にね、あのガマがねちょっと発生してしまったんで、ちょっと恥ずかしいんですけども、まあ、テイルス君に見とれすぎないようにね気をつけながら進んでいきます。よいしょ。はい、本作の、ね、テイルス君の、ね、挙動一挙手一投足すべてが可愛いです。今ちょっと見上げる姿とかもありましたけど、これも可愛いですしね。はい、で、あの歩くときこの子ね、腕をブン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 振りながら歩いたり、アイテムを得意げに掲げたり、あい可愛いですね。はい、よいしょ。そういった感じで、あの一挙手一投足ね、すべてが可愛いのでね、どんどん見とれていってください。よいしょ。でですね、あの本作ね、こういうふうに喋りながらやってはいるんですけど、かなり、やることは多いので、私としてはあの、まあ、あんまりねテイルス君に見取りすぎないようにね今気をつけつつやっていきたいと思います。でですね、あの結構難しいところいくつかありますので、その時はねいっぱい、テイルス君褒めてあげてください。よいしょ。はい、次のステージ入りまして、ポリポリ山1というところでございますが、まあ、今作の簡単な説明していきます。本作ですね、テイルス君がソニックと出会う前の物語でございます。ここはココアイランドという、島の名前をしていますが、ここで、テイルス君、テイルスハウスという工房を作ってのんびりと暮らしていました。で、ただここでですね、このさっきからねいっぱいいる鳥軍団ですね、こちらが、バトルクック軍、帝国だったかな、はい、っていう軍団でございまして、この島に眠るカオスメラルドをね悪用しようと、まあ、最初のところで森を燃やしたり、あのこの爆弾とかなんかいっぱい投げてきたりで大変に、野蛮なことをしてくるので、それをテイルス君が食い止めるという、そういった物語でございます。テイルス君頑張れって応援してあげてください。よいしょ、痛い。よいしょ。で、ここでですね、乱数調整の必要な、場所に来ました。ここはですね、スピーディー戦になるんですけども、上に飛んでいくということになるんですが、テイルス君の動きを固定して敵の動きを誘導します。今のところは成功できてますね。ここは右端で、真ん中のところのこの位置のところで右、これでおそらく成功してます。中盤までこれまっすぐで進んでいきます。いけてるかな。お、これはいけてますね。よし、 OK です。で、この後ちょっとアドリブから入ります。ちょっとまずいですね。このスピーディーさんはですね、上に上がって 1,2,3 というタイミングで、ね、飛んでいきますので、そこをうまく 1,2,3 と避けていきます。お、ギリギリ、はい。で、最後はここにあったりに行って、こういう風に飛んでいけば OK です。最速ではなかったですけども、まあ、無事、まあ、乱数調整の方は成功したんで良かったです。テイルス君やったね、やった。あ、すいませんね、ちょっと嬉しすぎてちょっとねアイテム欄をねちょっと連打してしまいましたが、で、スピーディー逃げてしまったので、テイルス君が、島の方に、スピーディーが逃げてしまったので、潜水艦を、作成しました。でアイテム装備していきます。ここでビットウォーの、結果ですね、変形シーンです。一瞬、ほ、かっこいい、ぴょん、テイルス君顔そのまんま、かわいい。よし、というわけで、ロッキーの海に入っていきます。あ、ちょっと待って、あれどこ行った。 あったやばい、ちょっとアイテムの位置間違えたかな。あ、違うか、自分勝手に動かしたんか。 OK です。でここが、テイルスアドベンチャー特有の、海中パートになります。このシーテイルというね、潜水艦に乗りつつ、先に進んでいきます。これでいろいろと開拓ができて他のステージが出てきたりという、そういった流れになりますね。よいしょ。あ、そういえばですね、テイルス君について私説明しなかったませんでしたね、すいません。テイルス君について説明していきます。テイルス君はですね、キツネの男の子です。2本の尻尾を持っておりまして、それをくるくる回転させることで空を飛ぶことができます。特技がですね、機械いじりというところでございまして、まあ、飛行機とかロケットとか、まあ、翻訳機だってお茶の子サイサイのね、天才児ですね。
今回も、テイリス君がね、作ったメカをたくさん使ってじゃんじゃん進んでいくので見どころというところになります。よいしょ。結構喋りながらやってはいるんですけど、このゲームは一本道のゲームではないんで割と頭ぐるぐるですね今。結構チャートとかはねしっかり作り上げてきております。まあ先人が作ってきたというところはあるんですけども、はい、というわけで、次のステージ入りまして、今から、何をやっているかというところをちょっと説明していきます。今後の流れですね。まず、先ほど、スピーディーが、飛んでいってしまった場所の島はですねに行くためのアイテムというものが必要です。敵の猛攻がすごい激しいのでミラーアーマーというアイテムを取りに行きます。でそのアイテムを取りに行くためには、何が必要だったっけな、あ、そうか、グレートなボムですね。超強力な、ね、ボムが必要になります。でそのグレートボムを取りに行くためにはジェットスクリューだったかな、はい、という、ね、潜水艦のアイテムが必要になります。でさらにそのジェットスクリューを取りに行くためには、ツタを、焼き尽くすナパーム弾という、ね、アイテムが必要になります。まあ、要するにですね、ラスボス戦に行くために必要なアイテムを入手するために必要なアイテムを入手するために必要なアイテムを入手するために必要なアイテムを入手しに行くというのが今のところになります。いやー分かりやすいですね。ちょっとパートがおっと危ない、すいません、自分でもなんか言っててこんがらがってきました。何言ってんだろう。で、こんな感じで、各所各所でアイテムを入れ替えつつ、最適な動きをしていくといったところになります。よいしょ、よいしょ。ここはですね水流が上に上がっていくんですけども、敵に当たった際は、下に落下するという判定があるので、わざと敵に当たって、落下していっているというところでございます。ここはしゃがむ、はい、ここもしゃがむ、はい、しゃがんで立つ、 OK。 よし。でここに、リモートボムを投げ入れて、細い隙間のボム、壁を破壊する。よいしょ。こいつは、先にリモートボムを置いといて倒しておく。ここは、敵に当たった際のテイルスクの無敵時間を使いたかったんですけどちょっと突っかかってしまいましたと、はい、こんな感じでね非常に頭使ってプレイする必要がありますね。結構ややこしいんですよね。よいしょ。今ナパーム弾入手しました。何だったっけな、ラスボスに向かうために必要なアイテムを入手するために必要なアイテムを入手するために必要なアイテムを入手しました。合ってるかな、後で検証します。はい、メカゴーレム戦です。メカゴーレム戦、最初頭に7発飛びながら当てまして、めくれたらまた再び飛んでここで2発当てる、2発当たったかな。でちょうどいい位置で投げる、ちょっと距離が近かった。下投げはやめて、下投げ非常に下手投げは当たるんでやめてください。やめて、あ痛い、もう飛んだ方が早いです、飛んだ方が早い。1、2、まあちょっとね、これはねもうノーミスでいくっていうのはちょっとなかなか無理なんで、近づかれすぎたんでこれで OK です。はい、テイルス君偉い。よいしょ。これでですね、対空ミサイル入手しました。次はテイルス君の工房に戻りまして、装備を、ナパーム弾先ほど取りましたやつを入手しまして、シーテイルで装備品に、対空ミサイル置きます。はい、発進、1回ミサイルで割愛します。でですねこれ以降ちょっと特殊な攻略の仕方をします。この後ですねテイリス君の体力をどんどん減らしておいて、わざ と、ゲームオーバーになって、位置戻りをするデスワープを行っていきます。なぜこれが行われるのかといいますと、今作のステージですね、ゴールがあるわけではないというところがミソになります。アイテムを取った後にその道を引き返さないといけない、それは時間がかかる、そういったところでこのデスワープを使うことで
その分の時間を短縮する、そういった目的があります。でですね、今後そうですね、であとですね、ダメージを受ける場所っていうところなんですけども、まあ、なるべく多くダメージを受けれるような敵を優先して当たっていく。でさらに、ノックバックですね、攻撃当たる際にノックバックしてしまうところがいくつかあるんですけども、ノックバックしないような位置で、当たれる敵だけ当たる、そこが大事になります。今1回だけ当たりました。はい、倒す、OK、ここは取っておいて、ここから、上のルートに進んでいきます。でですね、このテイルス君の、ダメージに、ダメージを、受けてもらうっていうところで、まだ先に進めないエリアを先に、解放するといったことをします。まあ、ちょっとアイテムが足りないのでまだ進めない場所にはなるんですけども、先に解放しておいて、でついでに、ダメージも、逆ですね、ダメージを受けるついでに先に解放しておこうという、そういった流れになります。よいしょ、ここで今29、理想的な流れです。よいしょ、でですね、上から、投擲してくる、飛びながら投擲してくるこの敵が、非常にダメージ効率がいいのでどんどん当たっていきます。はい、で敵がすぐに出現しないようにここわざと後ろ向いてます。こういう、ね、細かい要素かなり多いです。はい、というかプルプルコ行ったんですけど、また戻ります。テイルス君の、ね、体力が回復する際っていうのはですね、テイルス工房に入った際になります。ですのでテイルス工房には入らずにそのまま、進んでいくといったところになります。よいしょ、ここで対空ミサイル。対空ミサイルはですね、対空とは言っているものの、上にミサイルを打ち上げることができる、そういったアイテムになります。はい、ですね、ここで、クルーザー戦ですね、従順洋艦との対決になります。とは言ってもですね、ここで、敵の攻撃に適度に当たりつつ、上に対空ミサイルを撃つだけというやつになります。この、デスワープがね、開発されるまではですね、ここかなり長くて鬱陶しいエリアだったんですよね。今これ50発この選定に当てる必要があるという非常に面倒くさいやつなんですけど、デスワープのおかげで、自分の体力を気にしながら、わざと攻撃当たりつつ、50発当てるっていうちょっとややこしいエリアになりました。まあ、この辺のある程度の歴史といいますか、まあ、流れ近年の流れというのをまた後で説明させていただきます。はい、倒しましたね。まあ、ここはまあ連打するだけなんでそんなに難しくは ありがとうございます、まあ、ないんですけど、まあ、体力調整はね、なかなか気にしながらやっていかないと怖いところでございます。はい、でここからですね、ゲームオーバーにならないように頑張りましょう。グリリン島です。グリリン島は真っ先に、ナパーム弾準備しまして、テイルス君の足の位置、この位置で置いて、これはダメですね。はい、ここなら一発で、全てを破壊することができます。はい、でここのね、マッチョヒヨコがいますね。なんか腕をね、ダブルバイセップスを、ね、してくるマッチョヒヨコがいるんですけども、こんな、なんかテコテコって歩いてるやつがいるんですけど、ここにわざと1回当たりまして、これ以降はダメージ食らってはいけません。先んじて、このリモコンボムですね、リモコンボムを装備しておいて、ここも、下のところには落下しないように、で崖つかまりしつつ、ここの、2ブロック分を破壊した後にメカテイルス君を滑り込ませます。ダブルバイセップスしてますね。見てるだけだったら可愛いんですけど、なかなかね、動き方が鬱陶しい敵であんまり好きじゃないです。よいしょ、おっと、はい、ジェットスクリュー入手しました。戻ります。で、横から出てきてる蜂がいますね、こいつに当たる。はい、これでデスワープができます。本ゲームですね、アイテムを入手した時点のデータが、このパスワード画面の16進数 ×16 のパスワードで、保存されていますので、アイテムを持った状態で、先に進むことができるという、ね、便利な、方法でございます。よいしょ、はい、プルプルコです。ジェットスクリューを、ね、じゃんじゃん使っていきます。ジェットスクリューはですね、こうギュイーン
っていう、ね、音があります。この音を頼りに、この音のねギューンっていうあの8のどんどん高くなっていったところでジャンプするとなかなか高いジャンプをすることができます。で、これがないとですね、このめちゃくちゃ高い壁、これを越すことができない、そういったところになります。でこの後ね、でですね、察しのいい方はもう見ていただいてるかもしれないですけど、今どんどんダメージ食らってますよね。これはねですね、体力をどんどん食らうっていうことはもうこの後デスワープするんだなっていうふうにいうことですので、まあ今後もですね、体力をどんどん減らしていく状況があったら、あ、デスワープするんだなとさせていただけるとありがたいです。よいしょ、あれ、ちょっと待って、あ、今の当たるべきだったな。ここで体力ですね、5にしておきます。痛い、あ、ちょっと待って、やばい、セーフ、OK。 はい、で最後にここに転がってくる丸太を当たって、これで5になります。 OK、 テイルス君偉いぞ、いいぞ。はい、でここポリポリ山ですね。はい、見どころです。真っ暗ですね、何も見えない。はい、というわけでこの真っ暗な道に進んでいきます。クロトザンパートです。本来はですね、ここナイトスコープっていうアイテムが必要なんですけども、まあ、結局見えなくても地形を覚えてればまあ進めるじゃんっていうことでこんなことになってしまいました。非常に難しいです。というわけで、まあ走者としてはなんかたまにちょっとね火が灯ってたり敵の位置があったりね、そういったところを見て地形を予測して進んでいくといったところになります。今のところ順調です。まあ、何が起こってるか全く分かんないと思うんですけどね、本当に。よいしょ。でですね、もうまっすぐ上に飛んでいけばいいじゃんっていうふうに思うかもしれませんけど、ここですね、上からの突風が吹いていてね、テイルス君の飛行をね、回避、なんていうかね、対策されているんですね。なので地道に進んでいくしかないっていうね、なかなか難しい面でございます。でここで体力を4にしておきます。マグマだまりに最終的に落ちてデスワープをするんですけども、マグマだまり、1回に受けるダメージ4なので、まあ、これは取っていいか、4なので、はい、よいしょ、まあ、4より4以下にすることが大事です。今ここ非常に難しいんですけども、全く設定ができない。ちょっと待って、まずい、こっちですね。はい、難しいんですけど、あ、全然説明できなかった。垂直の、ブロックがあるんですけど、それを、階段状といいますか、なんか細長くした E の形に削って、テイルス君がこういうふうにぴょんぴょんって右から、登っていくっていうクソ難しい技、今成功させました。まあ、グレートボム行きました。 OKOKOK、 グレートボム取れましたね。はい、というわけで、これで、はい、ポリポリ山に終了です。なかなかスムーズに行けたんで嬉しいです。おっと、よし、次はグレードボム取ったから、今、ラスボスに向かうために必要なアイテムを取りん、ラスボスに向かうために必要なアイテムを取りに行くために必要なアイテムを取りました。もう自分がややこしくなってるじゃないか、なんじゃこれ。はい、ですね、で今ちょっとまたアイテム状況が変わってきてるので、進むルートもまた違う形になっていますね。はい、よいしょ。で、まあ、ここでも、ダメージどんどん食らっているということは、まあ、デスワープをね、狙っていっております。よいしょ。で、まあ、先ほどに比べて体力も非常に上がってきているので、どんどんダメージを、ね、食らっていきます。ここは最終的に9になるようにしていますね。あ、そういえばすいません、忘れてました。今回のカテゴリーについて全く説明しませんでした。今からします。まず 2% というところなんですけども、 2% はですね、まあ要するにどのようなパーセントでもクリアしていいよっていうところでございます。あ、やばい、説明のタイミングがなかなか良くないなこれ。先にちょっとグレートボム説明します。グレートボムなんですけど、まあ、前方の 2×2 のボムが、ボムじゃない、壁を破壊できたらいいなというアイテムです。たまに外れがあります。今回はどうだ、はい、これが正しい爆破の仕方です。はい、悪いボムはですね、真上の一つすら破壊してくれない、そういったことがありますので、ここはねちょっとお祈りポイントでございます。
あ、でここがちょっと難しいところ、左ここに置きます。すると、縦3列の一つも、もう、あ、もう、はい、これでなんでやねん、ここの縦のライン、あ、まあいいや、はい、ここがね、縦の3つのラインがね、爆破できたら嬉しいなっていうところだったんですけども、完全にもうこれしけってるボムです。しけボムですね。はい、残念でした。まああとね、この、グレートボム君、あともう一回、あ、ちょっと待って、まずい、あ、大丈夫、減らしすぎた。はい、ここに置いて、はい、破壊して破壊して、ここボス戦なんですけど、よし、そうですね、手前の、壁を破壊することができました。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、あれ、ちょっと無敵時間が入っちゃってますね。これ連続でボムを攻撃するとちょっと無敵時間が入ってしまうので、そこをね、避ける必要がありたんですけど、ちょっと長かったですね。多分タイミングが早かったんでしょう。はい、で、1個アイテムまた取り、もう一つアイテムを取りに行きます。ここはスムーズに、進んでいって最短周期で、ちょっとまずいな、これちょっとミスりました。リフトの最短周期で、ここでボムが破壊でき、この壁が破壊できたらよかったんですけど、これはグレートボム君悪くないですね。私の落ち度です。はい、というわけでこれロケットパーツ入手しました。これアイテム集め終了です。はい、でスワープですね。はい、行いまして、はい、必要なアイテムこれで全て手に入れました。あとは、支度します。よいしょ、シーテールですね。シーテールに、アイテムを取っていきます。あ、置いていきます。ミラー、あ、違う、ミラーアーマーじゃねえや、間違えた。ここに嫌い、ロケットパーツ、ミラーアーマー、こちらですね、アイテムの位置なんですけど、まあ、最適にね、アイテムの選択ができるように、配置をしております。はい、でミラーアーマーの効果なんですけど、もうミラーアーマーは無敵時間さんです。はい、もう何の攻撃が来てももう大丈夫、そういったアイテムになります。まあ、ただ一点なんていうの、注意が必要なのは、これ面が切り替わるためにミラーアーマー剥がれてしまうので、毎回つける必要があります。はい、で、嫌いも準備しました。嫌いはですね、下にあるブロックを破壊することができます。はい、敵の本拠地はこの2つのアイテムを、ね、使って進んでいきます。よいしょ、ここのもうすぐですね、ここにあるブロック破壊しまして、よいしょ、で、面が切り替わる前にミラーアーマー、これを忘れてはいけません。よいしょ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 、はい、あ、すいません、じゃあ今のタイミングで、カテゴ、今更ですけどもね、カテゴリーの説明していきます。まずエニーパーセント、本作ですね、今入手しているアイテム以外にもね、大量のアイテムがあります。まあ、役に立つものであったり、中にはね、全く何の意味があるのかよく分かんないようなアイテムがあったりするんですけども、それを全部集めるのが 100% で、今回は 2% なので必要なアイテムだけを入手する、そういった流れになります。でですね、ミラーアーマーを忘れてる、危ない。で、その後に続いているグリッチレスなんですけども、バグ技の使用が禁止となります。で本作、まあ、最初に言いました通り1995年の作品でございますので、かなり壁抜けができる場所が多いです。まあ、そういったことをしないようにするというのが、まあ、今回のグリッチレスになります。ただしですね、本作結構バグ意図もせずに起こることたまにありますので、まあ、その時は今回、ソフトリセットをして、パスワード入力の方に戻りまして、また再装という形で、やらせていただきます。よいしょ、で、グリッチの、あるカテゴリーもありますので、そちらの方はですね、ぜひ、スピードランドットコム等で見ていただけるとなかなかすごいです。正直何やってるかよく分かんないですね。はい、まあ、今回私がグリッチレスの方でやってるのはですね、あんまり私テイルスアドベンチャー歴そんなに長くないんですよね。っていうところもありまして、まずテイルス君を感じたいなっ
ていうふうに思ったので、バグなしのカテゴリーグリッチレスの方をやらせていただいております。で、敵の本拠地に来ました。あ、いや、アイテムは大丈夫で、はい、でですね、ここでここで合法的な壁抜けを行います。はい、テイルス君、メカテイルス君がね戻ってくる際に、このように壁を突き抜けて進んでいくんですけども、そこをですね、スイッチを押すという判定があるんですね。あのスイッチ、あのこのステージはですね、スイッチが、ところどころに、ね、ありまして、テイルス君がね、あのぐるぐると回りながら進む必要がある場所がいくつかあるんですけども、それを、先ほどの合法的な壁抜けを用いまして、で押すというのがね、今使っている技でございます。でここはギリギリの高さ、ギリギリの高さにしてベルトコンビアを逆走、うん、かなりいいですね。おーっとギリギリいいですね。はい、よいしょ。これは、普通に押しましたね、はい、でボムに切り替えまして、あともう一回、合法的な壁抜けを行います。あのこの仕様はですね、あの、まあ、壁は抜けてはいるんですけど、メカテイルス君がね、戻ってくる、この壁を無視して戻ってくる仕様っていうのはもう元々の仕様なんで、これはまあバグではない、まあ、想定されている攻略というふうに捉えられています。はい、こんな感じですね。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。はい、ここは滑り込ませて、あ、何個一個は破壊できてない。よいしょ。さて、よいしょよいしょよいしょ。はい、この後ですね、ドクターフクロコフ戦というものがあります。まあ、そうですね、フクロウの敵なんですけど、ご対面というところでして、ね、なんか怪しい床のところがあって、あ、テイルス君がボッシュートされてしまいまして、ちょっとなんですかね、ベルトコンベアとかビームがあったりして非常に面倒くさい場所にはなってくるんですけど、なんかここになんか都合のいいね、壊せる壁があるんで破壊しまして、はい、メカテイルス君をここに滑り込ませます。でジャンジャが上がっていきまして、よいしょ、はい、よいしょよいしょよいしょっと、どんどん上に上がっていきます。でですね、もう敵の目の前に何なら現れちゃいますね。はい、で特に何も動かない、前見えてるのかなこの人、よいしょよいしょ、ちょっと待ってね。はい、でなんかてっぺんになんか都合のいい岩がありますので、これを押してあげて、はい、ちょっと見せられないですね。はい、でこれでまあ無事倒しましたんで、これでもう脱出するといった感じでございます。 OK です。テイルス君よくやった、えらい。はい、変形シーンカットしまして、よいしょ。で、敵の本拠地がですね、天空に上がってしまいました。これは大変だということで、テイルス君が、ロケットの方を作成これでしました。テイルス君は天才メカニストなので、一瞬でロケットを作ることができます。はい、というわけでここでようやく手が空いた状態になりますので、宣伝タイムです。このテイルスアドベンチャーですね、今最適で遊べる環境がですね、ソニックオリジンズプラスという、ソニックオリジンズのダウンロードコンテンツ、ソニックオリジンズプラスというものがあります。こちらでですね、どの環境で走っても、テイルスアドベンチャー問題なく、遊べますので、まあ、Steam とか、プレイステーション4.5 とかね、スイッチと、エピックゲームか、はい、ね、どれでも遊べますので、ぜひ、購入してください。よろしくお願いします。はい、宣伝タイム以上です。このゲーム休憩時間ここしかありません。もうちょっと宣伝させてほしい。もうちょっとですね、テイルス君についていっぱい語りたいんですけど、あんまりなんかねきついですねこれ。はい、真上に、今進んでいるパートになるんですけども、基本的には、右端に、いまして、タイミングよく、右にいる敵を、対空ミサイルで倒していくといった流れになります。でしょ。で最後のやつは、もうちょっと、あ、まだですね、ちょっと長い、あ、こう来るかな来ないかなっていうね、あのワクワク感をね感じさせつつ、ようやく来るっていうちょっと感覚が長いんですけども、無事倒しました。あ、ダメージないですね、えらい。
テイルス君偉いぞ。いいよ。はい。で、ラストダンジョン入ります。あ、もう終わりか。早いな。よいしょ。はい。最速ですが、テイルスのギリギリの高さに。あ、ちょっとこれ高いな。というわけで、ちょっとずらしつつ、はい、ここを、ベルトコンベアを無視して、テイルスを飛ばしています。よいしょ。で、ここで、合法的な壁抜け、スイッチを押します。よいしょ。まあ、今作なんですけども、ここはですね、本来スパナというアイテムを使ってベルトコンベアの方向を逆にさせて進むというのが本来なんですけども、まあ、テイルス君飛べるのであんまりベルトコンベアの向きとか関係ないよねということで、スパナ君は、ね、割愛ということになりました。よいしょ。よし。ここはですね、テイルス君の位置的にね、合法的な壁抜け使えませんので、ちゃんと取りに行きます。スイッチを押しまして戻る。よいしょ。あ、でですね、あれ話なんや、まあ、このカテゴリーといいますか、まあ、RT の事情なんですけども、このカテゴリー、当分結構なんですかね、去年までは走っておられる方がね、一人だけだったんですけど、今年に入ってですね、二人の走者が、急に現れまして、記録の更新合戦およびチャートの改革が行われました。で、現在ワールドレコードを取っているのが、私というところになります。なので本当にいろんな方に、いろんな方といいますかね、偉大なる先駆者のミンディーズさんと、ライバルであり、先ほどね乱数調整のところとかね、教えてくださったスクイリボブとか、その2名に私今、謝辞を送りたいなと思います。 Thank you ミンディーズ and スクイリボブ、ありがとう、ありがとう。はい、というわけで、よいしょ。ちょっと、ここ今ベルトコンベア逆走しているところでして、テイルス君をギリギリの高さにして下をくぐり抜けました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっと休憩。おお、まあまあの時間になってる。よいしょ。はい。で、なんか矢印みたいなところあるんですけど、あれ落ちちゃったら逆走できないので、ここは本当に慎重に進んでいます。この矢印ですね、これ逆走ができない場所になります。で、ここで、メカテイルス君に戻して、よいしょ、飛ばせて、ここも本来スパナで、高さなんですね、ベルトコンベアを調整するんですけど、メカテイルスをね、ギリギリの、ピクセルパーフェクトの、ね、高さにしまして、スイッチを強引に取りに行くといったことになります。よいしょ。で、この先なんですけど、ラスボス戦がですね、あと2つのボスを倒してこのゲーム終わりになりますが、その1個前のスピーディー戦があるんですけども、スピーディー戦の、ね、チャート、今まで置きボムといいまして、相手が動き回るところでボムを置いて倒すっていうのが流れだったんですけど、と私19日前に新しいチャートを、ね、思いついてしまってっていうところなんで、ちょっと難しい技をやります。非常に集中しますので、成功したら拍手お願いします。あ、やばい。あー、まあいいか。はい、 OK です。あ、 OK です。あ、危ない危ない。あ、よかったよかった。テイルス君ナイス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 、素晴らしい。テイルス君素晴らしい、ありがとう、かわいい、イエーイ。はい、というわけで、ラスボス戦です。今まで全く出てこなかった影の薄いボス、グレートブレイ、もういいや、名前いいや、めんどくさい。こいつはですね、このようにね、ギリギリの位置で、ボムを当ててあげます。よいしょ、あー、よいしょ。で、第2形態入りましたので、宙に飛んで上からボムを置いてあげます。ただね、こういうふうにしゃがまれると無敵状態になってしまうので、適度に倒して、もうそろそろ、すみません、タイマーストップになります。タイマーストップです。えいし、えいし、いやー。どんくらいだ、
38分。うん、まあいいでしょう。よし。わあ、いやあ、あっという間だったな。はい、というわけでちょっと落ち着きます。はい、はい、テルスアドベンチャー、なんとかクリアできました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ちょっとだけ宣伝させてください。先ほどもお話ししました通り、本作ですね、テイルズアドベンチャー、今最適に遊べる環境がですね、ソニックオリジンズプラスというね、もともとはですね、ソニックオリジンズという、メガドライブ版のソニックがいっぱい遊べる作品なんですけど、そこにプラスとつきまして、プレイアブルキャラクターとしてエミーちゃんが追加されたにプラス、ソニックのゲームギアタイトル12タイトルが全て入ったっていうところでございという作品でございます。こちらですね、Steam とか Nintendo の Switch とか PlayStation とかね、いろんな環境で遊ぶことができますので、ぜひお手に取ってください。おそらく RTA の環境としても全く問題ないです。よろしくお願いします。で、さらになんですけども、つい先日ですね、テイルズくんのレンドロイドがね、ついに発売されました。よいしょはい、場所によっては店頭に置いてあったりしますので、ね、ぜひ、ね、皆さん、買ってみてください。私、つい先日なんですけども、秋葉原のスーパーポテトのところに大量に、テイルズくんのネンドロイドが、ね、置いてあるという絶景を眺めてきましたので、ぜひ、ね、欲しいなという方はお手に取ってください。よろしくお願いします。以上、テイルズアドベンチャーでした。ありがとうございました。